ごめんね、ありがとう、送ってきたよ。ごめん、今日画像がなかったから画像くれなかった。ただいま、ありがとう、送ってきた。焦った、あと5分だった、ふう、セーフ、ありがとう。焦った。うん、よかった。ただいま、ありがとう。ふう、めっちゃ焦った。白目じゃなかった？あ、よかった。そう、最近はね、なんか送り忘れちゃうことがすごい多くなっちゃったからやばいなと思って、あの下書きしてます。返信した？え、ほんまに？え、ほんまに？私見たけど来てなかった気がする。え、ほんまに？プーさてね、さすがおもちゃん、任して。なんかこの短い木は何？この短い木は何？どうしても、パジャマでドライブ、どこへ行くの、秘密のデート。え、めっちゃ良くない？このなんか歌詞が、パジャマでドライブ、パジャマ買おう、マジで。もう熟睡するためにパジャマを買います。パジャマを買うのと靴を買いたい。あんこ玉どうなった？今日見に行けんかったからまた明日にでも見に行こうかな。眠たい。夏の曲といえば、うん、僕は少年ではなくなった。君とバタリと出会ったね、街外れの夏祭りの夜です。浴衣とアップにした髪が大人びて近寄りがかった、心の距離感かなです。夏の曲は僕はもう少年ではなくなったです。聴いてください、お願いします。本当に聴いてほしい。祭り林に誘われながら、え、もう本当に、え、ありがとう、いちごナイス、本当に聞いてほしい。牧場、本当に好きなの私。牧場ができたらもう本当に多分泣くと思う。牧場泣きます。もう牧場泣く自信がある。あの牧場の話だと私ちょっと配信切る気なくしちゃうけど大丈夫そう。もう本当に牧場大好きで、本当に僕は少年ではなくなったって曲を私いつ披露できるんだろうって、ちょっと今日本当に、わちゃごなも好きですよ、わちゃごなも好きだけど牧場の方が大好き。あの私本当に僕は少年ではなくなったのことが大好きすぎて、私早く皆さんの前で牧場を披露したいなって思ってるんですよ。だから今日スタッフさんにすいません、あの私っていつか牧場とかって、あの いつかで本当いつかでも、いつかで大丈夫なんですけど、いつかだったらできたりしますかねって言ったら、
それはいつかはできるよって言われて、あ、安心しましたとか言っていう会話しました、うん、それぐらい本当に私牧場がしたくて、もうね多分牧場したら泣く、牧場歌ったら泣きます、本当泣くぐらい好き。あ、もちろんわちゃごなも好きですよ、わちゃごなも、わちゃごなと誰といる、本当にしたいの。そう、牧場とタイタニック本当に好きなの。タイタニックも好きだし牧場も好き、本当好き、もう本当に好きなの、もう本当に好き。いや、わかんない、だってあと18年あるとか言いながら人生って何があるかわかんないでしょ。だからそう、だから私は本当にもうできるだけもう本当にちょっとでも早めに牧場した。祭り林に、あ、めっちゃいい曲なの本当に、うん、なんて言ったらいいんだろう。私は2番目の曲が好きで、あれから東京、あれから東京へ出ていて、僕はできただろうか、君は、エゴサしてます、いつも私のボスとしていただいてありがとうございます、ありがとうね。あ、そこの2番の牧場のあれから東京へ出ていて、僕はありがとう、君は今何を求めてる、それぞれの暮らしを抱えながら会わなきゃよかったかな、がもう本当に好きなの。何回も言ってる、本当ごめんなさい、これなんかもう30回ぐらい言ってるんですけど、もう本当にここの歌詞が好きで、会わなきゃよかったかなって何なんじゃないですか、もう本当に何、本当意味わからん。だってうん、悲しいよね、そりゃ悲しいよ、悲しいって気持ちは分かる、分かるんだけど、うん、本当に私牧場好きなの、やばい、もう本当に天才なんです牧場って。僕は少年ではなくなったって、もう私これ本当に1日に10回ぐらいは聞いてます。うん、会わなきゃよかったかな、夜の空にある花火は、夜の空に花火が上がり、それは一番それは一瞬の出来事だから、美しいのかもしれない、僕はもう少年では、あ、そのな、あの泣くな、ちゃん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 のメロディーも好きなの。なんかまだ最後まで歌い切ってないのに入ってくる感じ、あの僕はもう少年では泣くな、じゃんじゃんちゃじゃん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 のそのメロディーが好き。まだ歌い終わってないのに入ってくるって、もうすごい好きなの。永遠にチャラリャリャチャラリャ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 のそこのあのラスサビの入る前のメロディーも本当に好き。だからもう私の大好きなメロディープラス私の大好きな歌詞、切ない歌詞の本当に100点満点100点満点が合わさって、もうえらいことになってるんですよ。だってもう本当に好きなので、最後にあんなに好きだった彼女は僕の知らない世界の住民で、こっちから手を振ってみたけど他人行儀に軽く会釈をしたのとこで、なんかちょっと大きくなるんですよメロディーが。遠くに知られやなぎでちょっと大きくなっていくんですよメロディーが。ごめんなさいこんな熱く語っちゃって、遠くに知られやなぎの裏 そのメロディーがだんだん大きくなっていくんですよ、最後のラスサビに入る前に。それがもうなんか感情を一緒に持っていくぐらいなんか切なくなるんですよ、なんか感情移入しちゃうぐらいなんですよこの歌って。だからよかったら本当に何分、5分以内では多分終わるはずなので、そうちょっと絶対損はさせないと思うので、ぜひ僕は少年ではなくなったゴチャのリスナーさん以外ぜひ聞いていただきたいですね。今ゴチャのリスナーさんはまた私がトップを取ったら流すねっていう約束をしてるので、その時に泣いていただこうと思ってるので、はい、ぜひ聞いてみてください。
はい、聞いてね、本当に聞いてね。僕はあ、もう一回ね、 NGT48 の僕はもう少年ではなくなったって曲です。よろしくお願いします。本当にお願いします。牧章のことをよろしくお願いします。本当に頭を下げます。わちゃごな、わちゃごなで今遠くで、わちゃごなで誰といる。でもわちゃごなはね、私マリナさん、マリナさん、マリナさんのわちゃごなが大好きで、これも熱く語らせていただきたくて、ごちゃリスナーでもあるんですが、聞かない方がいいですか。聞いたことある方だと聞いてもよろしいんですけど、まだ聞いたことないよって方でしたらまだ聞かなくてよろしいです。え、聞いてね、ありがとう。そう、わちゃごな、ツアーの、ツアーでしたっけ、未完成のミラーでしたっけ、その時にマイナお姉さん、マイナさんが、マリナさんとマッシーさんとマナス、ん違うっけ、え違うっけ、合ってる、ななこさん、え違うっけ、ななこさんとマナさんとマッシーさんとマリナさんとサーヤさんかな、え間違ってたら本当にすいません。がツアーで歌ってて、しかももうすっごいセクシーで、私あのね動画がね結構見ちゃう私もいつかやりたいです、やりたい。そう、コンサートの時のやつ、さよならと、さよならと言えたなら一緒。はい、私もいつかマリナさんとねお茶ごなできたらいいな、できたらいいなっていうか、できやりたいなって思ってます。あ、届いた、ごめん、先にやっておきます。メールにも牧章のこと書いてます。はい、すいません、何回も本当に牧章しつこく書いちゃってすいません。メールにも牧章書いてます。こんばんは、すいません、内容が牧章、ほんとすいません、むっちゃしつこく書いちゃって、もうごめんなさい。牧章が好きで本当に牧章のことばっか書いて、ありがとうございます。そうなの、しつこいんだよね、ごめんね、しつこくて。しつこいってこと私も分かってるんだよね、分かってるんだけど、本当に好きすぎて話が止まらない、牧章愛が止まらない。私本当牧章を今後披露するってなったらもう私呼んでください、本当に、なんか本当にお願いします本当によろしくお願いします。本当にそれぐらい牧章が好きなの、もう泣かせてください、歌いながら牧章を歌いたい。牧章を歌わせてください牧章の季節がやってきましたね。君と渡りと出会ったね、はあ、やばい、牧章の季節って思うとなんかもう興奮してきた。牧章の季節だ、やばい、牧章の季節だよ、みんな、やばい、牧章の季節だ、どうしよう、牧章の季節、牧章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 、やばい、牧章の季節だ、みんな、牧章、牧章、牧章、やばい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 、牧章の季節だよ、考えなよ、考えてみな、牧章の季節だよ、やばい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 、牧章、牧章の季節じゃん、
やばい、実感湧いてきた。あれから東京へ、やばいやばいやばい、やばい、牧場だ牧場だ、やばい、牧場の季節じゃん、もう夏だしね。やばい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 、ありがとうシャボン玉。やばい、牧場だ牧場の季節だ、今から会わなきゃよかったかなとか、あーやばい、そんな苦しくなっちゃう。フォローありがとう、ごめんね、牧場しかやってなくて。牧場の季節だ、みんなみんな牧場の季節だよ今から。どうする、どうする、もう何も、牧場を愛すしかない。牧場、僕はもう少年ではなくなった。なんかもうタイトルもいいもんね。タイトルも、タイトルからしてもういいもん。だって僕はもう少年ではなくなった。そう、あのね、歌詞を読んでいったらわかるんですよ。だって歌詞を読んでいったらなんか、あ、もう僕って少年じゃなくなったんだな、あの頃を思い出すなってなってるわけでしょ。確かにもう少年じゃないもん、あなたはもう大人になってるからね。あなたはもう大人になってるから少年じゃないのわけだから、そのタイトルの僕はもう少年ではなくなったっていうのはすごいわかります。うん、すぐ分かる、あなた合ってる、合ってます、合ってるしね、その小さい頃のね記憶が小さい頃の記憶を一番で、え、だってさ、祭り林さすがになんか楽しげな人に聞かけいたい、子供の頃の甘い記憶が屋台に並んでるようで、知らぬちむくらは今のかなりよりまたメモリが忘れてる、思いと現実が本当にあったのか、それとも勘違いか、青春はいつだってそういうなもの。だって一番では結構その懐かしい思い出を振り返ってるでしょ。で2番目が信じまで続く調子が上がり、あの頃と何も変わらないのに、僕が歩いたダムジャニーの道、感触が違う気がする、ほら感触が違う気がする、だから今を生きてるんだよね。2番目は感触が違う気がする、なんだっけその次、え、なんだっけ、あ、待って忘れちゃう。信じまで続く調子の上がりは、この顔と何も変わってないのに、僕が歩いた魂の道、感触が違う気がする、僕は何もしないとでも何だって変えるけど、ほらほら、2番目はあの何だって変えるけど、その屋台、屋台の屋台、何だ、何でも変えるようになってるんですよ、大人になってるからね、お金があるから。何だって変えるけど、ワクワクしなくなった、そうワクワクしなくなっちゃったんだよ、その2番ではね。その今を生きてる自分が、なんか子供ってその500円玉で買えるじゃん、その屋台で。めっちゃ子供心があるからワクワクして、その女の子と何にする、何にするって なるじゃん。でも2番目はもう大人になっちゃってるから、大人になってるからお金もあるし、なんか子供心もなくなってるから、お金はあるんだけど何だって買えるけど、その子供心がなくなっちゃってるし、大人になってるから楽しくないというか、ワクワクしなくなっちゃったんだよ。そうそう、何だって買えるけどワクワクしなくなった、何だっけ、待って、そう、500円玉1万円に逃げ始めて歩き回った、そしてこうして写真を撮った、あれから東京へ出て行って、きっとなんか君は今何を求めてる、あーやば、めっちゃいい歌詞本当に。それぞれながら足を抱えながら会わなきゃよかったかな、やばい、やっぱここが一番私辛いわ誰、私誰なの、あ、え、会わなきゃよかったかなが一番辛い、会わなきゃよかったかな、夜の空に花火が上がり、それでは一緒の出来事だから私のかもしれない、僕はもう少年ではなくなっ
チャン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 永遠にチャラララチャラあんなに好きだった彼女は僕の知らない世界の住人お家やばいよね。だってこっちからさ、こっちから久しぶりだと思って手を振ったのに、その女の子は他人行儀に会釈しちゃうんだよ、その子に向かって。あどうもってだってこうやって久しぶりってその男の子こうやって女の子好きだった女の子に手を振るんですよ。こうやって久しぶりとか手振るのに女の子はだけなんだよ。だってさ想像してみて、だってその男の子ね久しぶりって手を振って男の子がこうやって会釈しました、で男の子はえってなるじゃん。えってなった後ろの遠くにシダレヤナギの花火がバーンってなってるんだよ。え泣けるって辛いよね。ね辛いよ。なんでこんなに切ないの。だってやばい、だ想像して今からやばくない、ね、辛いよ。関わりたくない、ね、なんでそんなこと言うの。辛いよ、だってやばいじゃん。そんなん想像してみなよ、だやばくない。だってじゃあみんなの初恋の昔好きだった女の子思い出して、でその子とね昔めっちゃ遊んでました、で久しぶりにお祭りに行ってね会いました、で久しぶりに大人になってね、大人になって久しぶりにその女の子と会って、であって一瞬ドキッとするんじゃん、それは昔の初恋の方だったら。でドキッとしてあってこうやって手振るじゃん、こうやって手振ったら女の子はもう本当にえ誰みたいな、もう他人かなって思うぐらい感じで軽く、本当に知らない他人行儀だから、もう本当に他人のようにこうやってどうもみたいな、軽くやからこんなえ軽くってどんなん、待ってこんなんでしょ絶対、こうやってめっちゃ全力で手振ってもこんなわけでしょ。でその男の子はえって絶対一瞬時止まんじゃん、絶対に、だってこっちは手振ってんだから、手振ってんのにペコってされただけだから。でも男の子えって絶対時止まるわけ、時止まった後ろに大きなちょっとその下れていく花火がこうやって、やばくない、遠くにしだるような、やばい、夜の空に花火が上がる、いつまでだろう、いいのだろう、すべては一瞬の出来事、そうだよね、一瞬の出来事だよね。だってえやばい、わかった、わかったねえ、涙出てくる、わかった、そういうこと、えそういうこと、ちょっと待って今わかったわ、わかった、ちょっと待って、わかった、あのね多分私の、待ってちょっとよだれ出た、待って分かった、私さちょっと待って説明していい、説明ない、ね、聞いてもうほんと聞いてほしい、もう本当に私牧師好きなの、あのさ分かった、ちょっと聞いて、あのさ言うとやない、うまいね、あのね、すべては一緒の出来事っていう歌詞があるんですよ。そこで私思ったのが、花火って一瞬で消えちゃうじゃないですか、その時はバーって綺麗のに綺麗くて、その時はめっちゃ綺麗くて、でも一瞬だけじゃないですか綺麗のって、その後はシュンってなんか夜空に消えていくじゃないですか花火って。それは昔のなんか人生、もう人生と一緒ってことな気がする、その歌詞だと。なんかその歌詞では1番と2番、昔の思い出をそうやって思い出してるじゃないですか、
でもなんかその2番では、彼女は僕のこと忘れちゃって軽く会釈されて、ああ忘れちゃったんだなってなるじゃん。それもなんか一瞬で終わっちゃったじゃん。ああ一瞬だったなみたいな。そうだから、その少年の人生と花火の花火をかけてるんじゃないかなって私今一瞬思った。だって最後に全ては一瞬の出来事だから、美しいのかもしれない。そう、美しい、え、ほら絶対そうですよね。絶対花火と人生をかけてる気がする。私的にだって一瞬で消えちゃうもん。一瞬で消えちゃったもん、その彼女との思い出も花火も。え、なんか私はそんな気がする。対談したいよ一瞬。絶対そうだと思うんだよね。違うのかな。え、儚すぎません？儚すぎません？絶対そうだと思うんだよね。私、僕少、僕は少年ではなくなった。絶対私これだと思うんで、結構自信ある。アイスありがとうございます。絶対こうだ、これはこうだね。だってそうだと思わん？だって歌詞に入ってるもん、全ては一瞬の出来事って。花火も一瞬だし、その少年の人生も一瞬だったじゃん。振り返ったら一瞬だったなって思ってるわけでしょ、少年は。しんどしんどい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 な。絶対そうだね。あ、絶対そうだ。待って、絶対そうだわ。うん、なんか自信がある。私は絶対こうっていう自信がある。スタッフ NJT48 のスタッフさんの中に牧師のことが好きなスタッフさんっているのかな。ちょっと聞いてみよう。ちょっと熱く語りたい。私はちょっと、僕は少年ではなくなったが好きな方と私本当に仲良くしたくって。ありがとうございます、ハートのアイス。いや、もうこれ本当にこの自信がある。絶対そうだわ、うん、絶対そう。え、どう思う、みんな、みんなどう思う、みんなもどうだと思う。ありがとうアイスたくさん。やばい、牧師やばい、牧師やばい。なんであんないい曲なの、え、やばい、なんであんないい曲、本当にやばい。副長、副長本当にやばい、副長やばい。なんか牧長の解説公演みたいなないですか、あの牧長の解説公演みたいな。はい、皆さんお集りいただきまして誠にありがとうございます。 NGT48 4期研究生のももちゃんこと奥村のかです。よろしくお願いします。はい、今回皆様にお集まりいただいたのには理由がございまして、実は僕は少年ではなくなった NGT48 のあのさ、いや別にのカップリング曲ですね。こちらの曲、略して牧章牧章をぜひ皆さんにこんなにいい曲なんだよっていうのをね、分かっていただきたくて皆さんにお集まりいただきました。本当にこの度はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。はい、では早速ね、解説させていただくんですけど、まず、1番目のとか言って1番目の、そうですね、君とばったりと出会ったねの部分ですね。これはとか言っていや語らせてほしい。牧師お父さんも好きなんですよ。私お父さんと NGT48 加入する前に牧師の解説をして2人で、やばいね、やばくない、え、そういうこととか言って、で私がどこまだ売ってないですね、換気休憩ないです、はい、聞いて、私ね、お父さんと NGT 加入する前に牧師の話をしてた時に、お父さんは
まだその時私解説っていうかその歌詞をあんまり深読みしてなかったから、聞いた感じにでかあのなんていうの深掘りしていったら、私的にはその好きだった女の子がアイドルになったのかなって思ってたんですよ。で私はお父さんにあんなに好きだった彼女が僕の知らない世界のって書いてたから、僕の知らない世界ってことはその子はアイドルをあんまり知らなくて、その女の子は東京に出て行ってアイドルになっちゃったのかなって思ったんですよ。じゃあお父さんが仕事から帰ってくるなり、ただいま、ちょっとママがちょっといいかって言われて、え何って思ったら、その僕は少年ではなくなったのはそのやつなんやけど、なんか考察みたいな感じでちょっと読んでみたら、多分お父さん的な考察的には高校でその彼女が、まあ、大人になっちゃってみたいな、じゃあ時が経って大人になっちゃって二人とも、とか言って、で私が、うんそれでそういうお父さんとで、お父さんはこうだと思う。でも桃香のその彼女がアイドルになっちゃって東京に出て行ったってのも結構ありえそうなんだけど、でもお父さん的にはこっちかなって思っててみたいな感じ言われて、えお父さんの話聞いたら多分私の考察と違うわとか言って二人でマジになって超なんか深掘りめっちゃしてて、いやそれは多分お父さんの方が合ってて、お父さんそうだね、多分私の考察じゃない、多分お父さんの方が合ってる、そうだからとか言って、で二人でやばこの歌詞とか言ってそう奥村家のあの奥村、あ危なフルネーム出しちゃうとか言って危ねえ、奥村父と奥村娘が実家でよく話してたのは、僕はもう少年ではなくなったの考察を二人でよくしてました。はい、あと私お父さんと欅坂46さんの MV を見て考察するってのもハマってて、はいよくしてました二人で。多分ここはもう本当にってこうやってよくしてた、お父さんと、はい私と、そう奥村家のテーマソングは本当に僕はもう少年ではなくなったって思っていただけたら嬉しい。お母さんの好きな曲は、お母さん何が好きやっけ、でもお母さん渡り鳥が好きやな、渡り鳥とかずっと言ってる。あと何だっけ、前ななんかね車乗ってて最近この曲ハマってる、え何の曲ハマってるって言ったっけ、そっかいがある、もう考察しがいがあります、やばいよね。ちょっと待って、牧笑の話、あ絶望の後でも好きだよ、ちゃん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 、やばいよ、え本当に私牧笑がしたい、牧笑のパフォーマンスがしたい、もう絶対泣くっていう自信がある。ありがとうアイス、いちごのアイス、やばいでしょ、だってやばい、メロディーも好きなんだよね、ありがとう、いちごのアイス。だってメロディーさ、なんかもうめっちゃ耳に残らん、あのメロディーって。えねえさあ、これさ牧笑さショールームのカラオケに入らないの、君とバーって、なんかさ私の好きな
あのメロディーが、え、待って、当たった、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、当ててくれてありがとう、嬉しい、ありがとうね。そうですね、本当にね、しかもその長岡祭りで披露してる時のあの写真あるじゃないですか、後ろ姿のなんかこんなふりしてるとこの後ろ姿のあれ、マジ鳥肌立ったの、画像見た時やばい、もう本当に好き、もう本当に好きもう本当に好きなんだよね、目標やばいやばいねえ、もうどうしたらいいの、私目標の愛が止まらん、目標ねえ、目標本当に披露したい、本当に披露したい、もう本当に披露したい、牧師を、牧師を踊りたい、牧師を踊りたい、牧師を踊りたい、で牧師を踊りたい、で牧師を踊りたい、牧師を踊りたい、もうポジションなんてどこでもいいよ、もう歌えたらいいんだね、もう私はもうどこでもいい、だってどこでも素敵だもん、もう素敵、もうどこでもいい、私も牧師なら本当にどこでもいい、もう何にも文句言わない、もうでしてできるだけでありがたい、牧師できるだけなの、もう本当にありがたい、もう本当に好きなの牧師が、もう後悔ない、牧師、もう本当に、うん、みんなに、私もみんなに、もうどこでもいい、本当に牧師歌いたいよ、タンタンタタンタンタンチャ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 ン、あの夏に、なんか自然と前愛が強すぎてそんな邪魔なことはしないよ、しない、もう牧師を歌えたら何でもいい、お願い、牧師が歌いたい、牧師が歌いたい、ありがとう、シャボン玉たくさん、パク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 、ねえ、はあ、なんか本当に牧師、私は牧師を本当に愛してて結構、マジで愛してて、牧師のこと、LINE ミュージックもう私牧師にしてるぐらい牧師を愛してるんですよ、で私一日にまだ終わってないよ、終わるわけないじゃん、私しかも牧師を一日に10回聞いてるんです、しかも私メールで1ヶ月に1回ぐらい牧師の話してるんですよ、で私結構牧師の歌詞考察結構人より詳しくて、あとあの牧師のあとはあの私ゴチャでトップ取ったら牧師を流すっていう公約も掲げてまして、だから私結構牧師貢献をしようって頑張ってまして、今もう本当にあのもったいない、あの NGT48 のカップリングいい曲ですよって終わらすのがもったいなくて、私はあの牧師のためだったら本当に牧師をいろんな人に
聞いてほしいし、いい曲なのを知ってほしいからこそ、私は牧師のためだったら本当に何でもするってぐらい牧師のことが好きなので、はい、重たいでしょ、重たいですよね、分かってます、分かってるんですけど、本当に牧師が好きなんですよ本当に重たいですよね、分かってるよ、分かってるんだけど、本当に牧師が好きだから本当に牧師が好きなのだから、分かりました、ゴチャでトップを早く取るから牧師を絶対かけようって思ってるし思ってるし、だし牧師をいつか披露するってなった時は、私は本当に本当に感情をもっと感情をもっと牧師に込めたい、私は。本当に私は牧師が好きなんだなってことをみんなに思って知っていただければすごい幸い。もう先輩方のパフォーマンスもすっごく大好きなの。めちゃめちゃ本当に好き、好きというかもう素晴らしい、振りも素晴らしい。なんか私牧師で本当に私の人生を大きく変えた曲って本当に牧師だと思ってるぐらい牧師が好き、本当に好きなんだよね、わかる、私のこの牧師愛、本当に好きなの牧師のことが。なんか先輩方のあのパフォーマンスを見て私心打たれたし、牧師で、しかも私とか言ってありがとう、可愛く、ありがとうございます。あとはね私牧師を初めて見たのが長岡祭りのファンの方が撮ってるビデオなんですよ。そこに女の子が可愛いって言ってるのを見て、それでなんか感動して、であと牧師の歌を聴きながら、なんか老若にゃんにょの方がその牧師を聴きながらなんか真剣に聴いてくださってるのを見て、なんか心打たれちゃって、もう本当に歌詞もいいし、ダンスもいいし、全てがいい。もう私しつこいよね、もうしつこいっての分かってんの、分かってんだけど、本当に牧師が好きなんだよね、本当に牧師が好きなんだけど、もう配信切ろうと思ってる、なぜならもうしつこいって思われるからしつこいよね、分かってる、私しつこいんだよね、分かってるの、分かってるんだけど、本当に好きだなってのは分かってほしい。いやー本当に牧師に出会わせてくださって誠にありがとうございます。本当に眠くなってない、全然眠くない、牧師の話してる時は眠くならないだよね、そう。だから切ります、うん、切りますね。ランキング読んでいいですか、ランキング読みます。すいません、最後にもう一度言うんですけど、私の配信が終わった後に牧師を聞きに行ってほしい、本当にいい曲だから、本当にいい曲だから聞いてほしい、お願いします。うん、語り尽くせた、まだいっぱいあるけどね。いちごのアイスありがと
マジで牧場のこと披露できたら多分私泣く泣く泣きます。多分泣きながら歌ってる。多分もうポロ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 。私牧場の一番好きなパフォーマンスの先輩は大塚さんなんですよ。大塚さんの僕はもう少年ではなくなったのを披露してる時の大塚さんのあのダンスの切れ具合とか本当に好きでめっちゃ見てます。大塚さんの牧場本当に好きです。いつも見させていただいてます。本当にありがとうございます。もう本当に大塚の奈美さんの牧場のパフォーマンス大好きです。本当に大好き。もちろん他の先輩方のパフォーマンスも本当に大好きです。壇上を読みます。13位グリーンティーさんありがとうございます。12位たかしさんありがとうございます。11位かずすけ D さんありがとうございます。10位ギリタンシオさんありがとうございます。今日は泊まりにキムチンコするのぜひありがとうございます。いつか牧場パフォーマンスできるといいな。あ、オンラインお楽しみにしてます。ありがとう。本当に牧場私歌ってるとこ見たら一緒に泣いてください。約束です。よろしくお願いします。9位流星さんありがとうございます。8位ユージーさんありがとうございます。21日のガッタファンのオンラインでお話できる楽しみにしてるよ。撮ってくれたん、ありがとう。楽しみにしてるね。ありがとう。あともうちょっとだよね。ありがとうございます。待ってるね。あと7位なゆきさんありがとうございます。もんかちゃんお疲れ様。おしゃべり会のお支払いは明日忘れるようにしますね。ありがとう。もんかちゃんたくさん楽しみです。おやすみなさい。おやすみ。お支払いもありがとうね。嬉しい。ありがとうございます。6位タマムさんありがとうございます。あれタマムさん書いてない。タマムさん、タマムさんとオフラインでタマムさんのことをいろいろ質問ぶわーってしていきたいと思っています。ありがとうございます。5位お金持ち先生さんありがとうございます。もしかするとももちゃんが好きなのかもしれない。いや気のせいかもしれません。いや好きだよ。私だって私も好きだもん。ありがとうね。4位まみまみさんあれやん、ようあれやつごちゃやんごちゃやんあれやん。ありがとう。3位スキャットさんありがとうございます。ももちゃん配信お疲れ様。今日も可愛かった。生誕ティー買うの忘れてた。うん、生誕ティーまだ発売してないよ。また発売したらまた教えるね。ありがとう。お揃いにしようね。ありがとうございます。2位卓造さんありがとうございます。牧場私も好きです。お一緒。まーちゃんの彼女がアイドルになった説明会うろこが落ちました。えそうだよね。なんかそれもさ辛くてさ感情移入しちゃうよね。わかる。ありがとう。続いて第1位が近藤和弘さんありがとうございます。和弘さん今日もありがとうございました。ありがとう。お話し会待ってますね。いつもありがとうございます。ということで皆さん配信ありがとうございました。そうですね、配信を切る前に告知をさせていただきます。告知じゃないでした。おしゃべり会のお支払いが明日までみたいなので、皆さん当選した方はぜひお支払いしていただけると嬉しいです。あとね、また受付、おしゃべり会の第7次の受付が始まると思うので完売目指してるので皆さんぜひ会いに来てください。ということで、あ待って、それとあと私が配信切った後に NGT48 あのさ、いや別にのカップリングに入っている僕はもう少年ではなくなったというカップリング曲があるので皆さんぜひ聴いてください。ということで皆さんありがとうございました。以上 NGT48 4期研究生のももちゃんこと奥村ももかでした。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう、払ってくれてありがとう。じゃあおやすみ。いい夢見てね。最後まで見てくれてありがとう。牧場聞いてね。ありがとう。おやすみ。いい夢見てね。また明日ね。